献血とは、輸血や血液製剤製造のために、無償で血液を提供することである。血液に完全に変わるものは未だ開発できておらず、また、代替血液は開発されてはいるが限度がある。そのため輸血には、人の血液を使用せざるを得ない。献血制度が整備される以前は売血によって、血液の需要を満たしていたが、 金銭を得る目的で過度に売血をする者が多数現れ、これらから得られる血液は、血液としての質及び強血者の健康の面で問題があることが多かった。献血の後は、日本赤十字社中央血液センター所長の大林、静雄博士によって提唱された。クリスチャンの彼は、輸血可能血液量と、その復活量の関係とキリスト教会における、 11献金から発送のきっかけを得たという。安全性は以前より格段に向上しているものの、ウイルス感染には感染後一定期間は検出のできないウィンドウピリオドがあり、この期間に献血された血液は検査をすり抜けてしまう。また、未知の病原体については当然チェックの対象とならない。また、HIV 感染を心配する人が、 検査目的で献血する例が後を絶たず、輸血を受ける患者の感染リスクが高まったことから、検査結果は献血者に通知されず、感染血液は廃棄される。HIV をはじめとした感染症の検査及び相談は、保健福祉事務所や検査センターで、無料かつ、匿名で、住所に関わらず受けることができる。日本赤十字社も、献血時の問診票に、 エイズの検査を受けるための献血ですかという質問を入れることで、エイズ検査目的で献血しようとする人のチェックを行っている。また、ポスターなどでも注意を促している。問診は、服薬、体調、病歴や海外渡航歴などプライバシーに関わることも含まれているため、個室にて行われる。医師が、 事前検査や問診を通じて献血者保護と血液製剤の安全性が確保できると判断できない場合は献血ができない場合もある。また、輸血歴の有無や人由来プラセンタの投薬の有無が不明な場合も次回に献血を延期してもらうことがある。ため注意が必要である。ピクトグラム献血検診者による献血該当活動日本では日本赤十字社がすべて手がけており、 提供された血液は感染症の検査の後、各医療機関などへ提供される。日本では輸血用血液はもっぱら、献血により賄われている。2005年以前までは献血の根拠となっていたのは1964年の閣議決定だったが、2005年の法改正によって、採血及び強血圧染病取締法が名称を安全な血液製剤の安定供給の確保等に、 関する法律と変更した上で大幅に改正され、献血事業の主導権は日本赤十字社から厚生労働省に移った。対別して血液の成分すべてを採取する全血献血と特定の成分のみを採取する成分献血がある。また基準を満たし同意を得た人については6 0 0トルの成分献血をすることが可能である。 全血検血は年間採血量に限度があり、男性では1 2 0 0トル、女性では8 0 0トル。成分検血は年間回数に限度があり、血小板は1回を2回に換算して合計24回。65歳から69歳の検血は、検血者の健康を考え、60歳から64歳の間に検血経験がある人に限られる。 400ml 全血献血及び成分献血が行われる以前は 200ml 全血献血だけであった。400ml 献血はより多くの血液を一人の献血者から採血することによって輸血時の発熱、発疹、感染等の副作用低減を期待できる。成分献血は回復に時間を要する赤血球を献血者に戻すため、 全血献血に比べてより多くの血小板や血小を採血できる。献血をする側の体や臓器への負担は 200ml 献血、もしくは成分献血が比較的軽いが 400ml 献血であっても日常生活に支障はなく健康体であれば身体的にも害はないということになっている。成分献血は一旦全血を採取し遠心分離器で得た。 必要な成分を回収した後、遠心分離機内で工業小薬を混ぜた残りの血液を体内に変血する手順を複数回繰り返す。そのため採血に時間がかかる。蒸気の条件や採血設備、血液の需要、所要時間などが考慮された上でいずれかの献血への協力を要請されるが、その決定については献血者の意思が優先される。通常、 成分献血が可能であれば、成分献血を進められ、不可能な場合も4 0 0トルが可能であれば、4 0 0トルを進められる。なお成分献血において、結晶板献血、結晶献血の別は献血者には知らされないこともある。また、学校や会社などによる献血の場合は、全血献血が行われることが多い。 結晶板検血で採血に結晶を含まないときは、一週間後に結晶板成分検血が可能になる。ただし4週間に4回実施した場合には次回までに4週間以上空けなくてはならない。なお、結晶板は採血してから保存できる期間が非常に短いため、その日の結晶板採血予定量を超えた場合、成分検血は結晶のみになることもある。 結晶板成分検血は通常1人から10単位結晶板結晶を採血するが結晶板数が多い検血者には高単位結晶板検血を依頼される場合があり20単位の結晶板を採血することがあるこの場合稀にクエン酸反応が出現することがあるため希望者には予防としてカルシウム入りの菓子や飲料が提供される 2011年4月1日より、男性のみ4 0 0トル全血献血の対象年齢が18歳から17歳に引き下げられ、男女とも18歳から54歳に限定されている血小板成分献血については、男性のみ上限を69歳に引き上げた。2018年4月1日から、安全な血液製剤の安定供給の確保等に、 関する法律施行規則が一部改正され、献血における1年間の算定方法が365日から52週に変更された。2020年9月1日には安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律が改正され、日本における該当献血の様子準備、編集献血にまず必要なものは、 自信を持って標準的な範囲で健康であると言える肉体である。その上で、初回の献血時もしくは2004年10月1日以降に血液センターに身分証明書の提示をしていない場合、もしくは献血カードの献血履歴の血液センター名の右側に、これは献血する人がその人本人であることを確認するためのものである。 未確認者から身元証明が2回連続でなされなかった場合は、献血申し出を断る規定が2018年4月から導入された。また、受付時には、上脈認証、または暗証番号による本人確認を行い、問診、検査、採血では、氏名、生年月日、血液型を質問される。血液センターや献血ルームによっては、受給の調整のため、 電話などによる事前の予約を進めている場所もある。また、特殊な血液型、人白血球型抗原適合を要求される場合などは、あらかじめ登録された人などに対して、献血要請を行う場合がある。毎年献血者数が減少する時期には、先に献血要請を出す場合もある。献血できる場所、編集移動採血者による該当での献血。 車体左側には、天幕が張り出せるようになっており、テントを別に張らない場合にはこの下に、受付の机が置かれる。写真の右手に見えるのは、受付用テント。千葉県、船橋フェイスビル献血ルームの様子。順番待ちや献血後の休憩などのために、椅子やテーブルが用意されている。順番が来たら奥の採血室に入り献血を行う。献血は各地にある。 血液センターや献血ルームのほか、駅前や繁華街などに派遣されるバス型の移動採血者で行われる。移動採血者は単体でも活動するが、会場によっては、他の移動採血者やテントなどを運ぶ軽トラックやワゴン車などの資材車と2台、またはそれ以上のキャラバンが編成される場合もある。献血の手順、編集まず、問診票に所定の事項を記入する。 その後、医師による記入内容の問診と血圧測定及び心拍数測定があり、さらに看護師によって少量の血液が採取され、血液で感染する病気血液型などを調べる。油脂分や砂糖を多く含む食事は、血液中の糖分や脂肪分の上昇の原因となる。献血の直前にそのようなものを食べた場合は、 血液検査の際に申し出るよう指導しているところもある。この他、年始などに飲酒の有無を尋ねることがある。40代になって初めての献血及び40代以降の成分献血の場合、過去1年間に心電図の検査を受けて異常がない人に限られ検査を受けていない場合は検査する。献血での採血割は血液検査や点滴で使用する針より太いが、 これは、採血に要する時間が長くなり、血液が凝固したり、血球などが痛む恐れがあるためである。採血針、採血器と採血バッグは、滅菌済みのディスポーサブルである。検査用の採血と本採血は別々の腕で行われる。ただし、本採血については、血管が細いなどの理由で、片腕だけでは時間がかかる場合に稀に両腕で同時に、 採血することがあるほか、成分献血の採血機械によって両腕に、選取することがある。なお、検査及び本採血時に選血が失敗した場合、採血中止となる。所要時間は、血圧や血管の太さなどにより、個人差があるが、200ml 献血、400ml 献血ともに、約5から15分、成分献血の場合は、約30から90分かかる。 血液を採取するときのベッドは、上半身に血液が多くなるよう足側が高くなるように作られている。多くの場合、靴を履いたまま上がって良いが、もちろん脱いでも良い。採血の際、試験管の半分の量を2本に分けて、血液パックとは別に採血される。ここで採取される血液は、発流血と呼ばれ、採血用の注射針を刺した際に、 毛穴の中の細菌などが混入するのを防ぐために、輸血用血液とは分けて採取するものである。なお、この際に採取された血液は検査用血液として利用される。採血に先立ち、温かい飲み物を飲んでおくよう指導されることがある。体温が上がると、より短時間で採血が完了し、献血者の負担が軽減できることと、待ち時間が短縮できるメリットがある。 また採血をする際にも血液は大部分が血小から構成されるため採血後にも水分を多く摂取するように説明、指導される。これは事前の問診でも医師に指導されるが体の負担を減らすとともに回復を早めるためである。なお、献血中に失神の症状が出た場合、看護師にその旨を訴えると直ちに献血が中止される。また、 多くの献血ルームでは採血中の退屈を紛らすためテレビやビデオデッキ、DVD プレイヤー、ゲーム機などが設置されておりテレビ番組や備え付けの映画ソフトなどを見ることができるロビーの雑誌や漫画を持ち込むことも可能飲食物の持ち込みは衛生上保健所により禁止指示を受けているルームもある献血後編集止血バンドを二十分以上したままにし ルーム内や仮設テントなどで休憩や水分補給をする。所定の記録が記載され、ICA もしくは献血手帳が献血後の注意書きなどと共に渡される。また、今一度ご確認をお願いします。という印刷物が渡される。この印刷物に献血バッグと同じ採血番号が貼られる。内容は献血前にも行った問診の再確認で、 不特定の異性、または新たな異性との性的接触があった。男性同士の性的接触があった。麻薬、覚醒剤を使用した。エイズ検査の結果が陽性だった。上記1から4に該当する人と性的接触を持った。と記載されており、エイズ検査の結果が陽性だった場合を含み、献血する6ヶ月以内にいずれかに該当する。 項目があった場合は献血したその日のうちに印刷物に記載されている電話番号に連絡するよう記載されている。電話する場合は採血番号と生年月日を話す必要があるが各都道府県赤十字血液センターではプライバシーは確実に守られると記載がある。合わせてボールペンや絆創膏などの粗品が送られることが多い。 スタンプカードなどを用いたキャンペーンもしばしば行われている。テレホンカードや図書券などの金券類が送られた時期もあるが、金券ショップに売却することで間接的な売却になってしまうため、売却が法律で禁止されている観点から法的に売却となる恐れがあるとの指摘により、現在は廃止されている。また、献血の回数に応じて記念品や感謝状などが送られる。 献血直後の排尿は男性でも必ず在で行うよう指導される。これは採血と排尿が共に血管瞑想神経反射性失神の原因となるため、それらが重なる献血直後の排尿を立位で行うと失神して転倒する危険が高まるためである。実際にこれが原因ではないかと疑われる事故が起こっている。献血後、 献血に起因する何らかの障害により医療機関を受診した場合は救済制度により医療費などが支給される。献血会場でのサービス、編集献血会場では献血前のリラックスや献血後の休息、水分補給のため簡単な菓子、飲み物などが提供されている。また、長時間にわたる献血に備えて読書や DVD コーナーなども充実しているところが多くなった。検査サービス、編集血液型、生化学検査、血球係数検査の項目を検査し、希望者に結果を郵便で通知し、複数回検血クラブに登録すると、専用ウェブサイトへログインして確認化となる。検査で異常を認められた場合に希望者へ通知される。項目は、B 型肝炎、C 型肝炎。 梅毒、HTLV-1 である。エイズ検査目的の献血を防ぐために、HIV は異常が認められても通知されない。献血者数の推移献血量の、推移血液供給収入の推移1985年の献血実績を2008年と比較すると、10代、20代ともに、献血者が大幅に減っている。 1985年時点での16から19歳は、献血者179万人、献血率25%で、20代は献血者260万人、献血率は17.6%だった。しかし2008年度は16から19歳の、献血者が1985年の5分の1に、20代は半分以下になった。人通りの多い駅前や繁華街、 さらに職場や学校などへの移動採決者の出動を増やしたり、移動採決者の出動場所や献血ルーム周辺での呼び込みを強化したりしている。詳細は、日本赤十字社公式サイト献血をご遠慮いただく場合を参照。献血する人への負担軽減の理由から、編集予決される側の安全の理由から、編集感染症疾患。 編集採血された血液は、c h b s 抗体、c h b c 抗体、c h c v 抗体、HIV-1 抗体、HTLV-1 抗体、パルボウイルスや梅毒の7項目を検査されるが、感染後間もないウイルスは、ウィンドウピリオド期間内では検知できずに、輸血による二次感染を招いた事例がある。以下に当てはまる場合は、献血を辞退し、 献血後に気づいた場合は、輸血を防ぐために、一刻も早く血液センターへ連絡する必要がある。服薬、輸血、編集しか、外科治療、編集、VCJD 関連、日本国外渡航者、編集予防接種投与、編集投与後、一定期間の献血が不可能となる。外傷、皮膚疾患、編集以下のケースは血液に細菌が混入している。 恐れがあるため不可となる。その他、成分献血の変血の際にうち出血があった場合、反対側の腕の血管が細いなどの理由で、変血できなかった場合は、成分献血ではなく前血献血扱いとなり、次回献血可能日も前血献血に相当する期間となる。献血手帳、編集献血者コード並びに献血した日付、場所、採血種類を記した手帳。 献血前に前回の採血日時を確認するために必要。発行は各地域の赤十字血液センターだが日本全国共通で利用できる。10回分の記入欄があり、欄が埋まると新しいものが交付される。400ml 献血及び成分献血の導入当初は 400ml 献血1回で2回分、成分献血1回で3回分として記入されて、 いたが、1995年4月1日以降は、いずれも等しく一回として記入される。献血手帳の取り扱い等についてでは献血手帳の歴史的経緯や、この通知発行後は献血手帳の有無に関わらず、公平に輸血が受けられることなどが記されている。かつては献血経験者及びその家族は、優先的に輸血を受けられる旨が定められていた。従来、手帳には、 非献血回数とともに供給本数の欄もあったが、常実の精神にのっとり、供給マイナスは1981年度で削除された。献血カード ICA の導入、編集詳細は、献血カードを参照献血カード ICA2006 年10月から献血手帳に代わり時期記録式の献血カードが導入された。札幌、山梨、岡山の 各血液センターでは2006年8月に手帳を廃止し、献血カードを先行導入した。その他の血液センターは2006年10月に献血カードへ移行した。なお、献血カード導入以前の献血手帳の情報は、献血カードへ移し替えることができる。カードには4桁の暗証番号を設定し、本人確認を行うことになっていたが、2014年5月以降には、 指上脈による生体認証が順次導入されている。カード裏面には、上段から献血者コード番号、献血者氏名、献血者氏名、献血回数、血液型、直近3回分の献血履歴、献血方法別の次回献血可能日、表彰、検証の記録、最新献血センター名、最新献血センターの電話番号が表示されている。この表示は、 献血を行うごとに毎回書き換えられるようになっている。他、専用リーダーのみで読み出し可能な時期情報で、住所、漢字表記の氏名、青年月日が記録される。なお、北海道ではこれ以前の1998年から献血カードが導入されていた。暗証番号は設定されてはいなかったものの、カード裏面に様々な情報が記録されることは、 全く同じであった。当時は、その他の地域では献血手帳が用いられていたため、その献血カードは、北海道内でしか使用できないものであり、他都府県で献血カードを出した場合は献血手帳が発行されていた。平成23年10月3日から、複数回献血クラブ会員は、オリジナル献血カードに変更が可能になった。献血手帳の歴史、 編集献血100回金色有効賞献血回数70回で銀色有効賞が献血回数100回で金色有効賞が日本赤十字社から授与される2018年10月29日に愛称をラブラットに統一し全国共通で利用できるサイトを立ち上げた安全な献血者を安定的に確保することを目的として 各都道府県の血液センターで運営されている。年間複数回4 0 0トル献血、成分献血が可能な会員を募集している。会員登録には献血者コードが必要となるため、1994年4月以降に一度献血をして献血者コードを取得する必要がある。会員登録すると、血液センターからキャンペーンやイベントなどを知らせるメールや、 事故や災害などで血液が大量かつ緊急に必要な際や特定の血液型が非常に不足した時などに献血依頼メールが届く。献血依頼メールは前回との献血の間隔や年間の献血回数の条件をクリアした人の中からその時に足りない血液型の会員に必要な人数しか送らないため会員でも依頼が来る人と来ない人がいる。会員特典 編集相性、編集血液センターごとに相性を設定している場合がある。各地の献血キャラクター、編集米国海軍兵士による献血風景献血可能年齢、編集 EU では献血可能年齢の加減は18歳、上限は65歳を基準としている。60歳以上の初回者は医師の判断により献血できる。また、 65歳を超えても医師が許可すれば献血できる。全血採血基準。編集イギリスの全血採血基準では、年齢加減は17歳、年齢上限は65歳である。60歳以上の初回者は、医師の判断により献血できる。また、65歳を超えても医師が許可すれば献血できる。1回あたりの採血量は4 7 0トルで、ある。 年間採血回数は3回を限度とする。成分採血基準。編集イギリスの成分採血基準では、年齢下限は18歳。年齢上限は65歳である。インフォームドコンセントが要件とされている。血小献血の1回あたりの採血血小量は、循環血液量の15%未満である。血小板献血の1回あたりの採血血小量も、 循環血液量の15%未満である。年間採血回数は24回を限度とする。献血可能年齢、編集フランスの献血可能年齢は、下限は18歳、上限は65歳である。全血採血基準、編集1回あたりの採血量は 450ml である。年間採血回数は、男性は5回、女性は3回を限度とする。 成分採血基準、編集結晶献血の1回あたりの採血結晶量は6 5 0トルである。結晶板献血の1回あたりの採血結晶量は6 0 0トルである。献血可能年齢、編集アメリカの献血可能年齢は、加減は17歳であり、上限はない。全血採血基準、編集1回あたりの採血量は、 原則5 0 0トルである。成分採血基準、編集インフォームドコンセントが要件とされている。うざきちゃんは遊びたい。赤十字コラボポスター騒動を参照オーストラリアのジェームズ・ハリソンは1955年から2018年5月に渡って延べ1173回の献血を行い、ギネスから世界記録を認定された。彼の血液には、 RH 式血液型不適合妊娠に対するコーディ人免疫グロブリン製剤を生成することができる貴重な抗体が含まれており、彼の献血によって救われた新生児、乳児は240万人以上になった。ありがとうございます。